今現在、テレビや新聞が全く報道しない、ネットで話題沸騰のコラボの不正会計疑惑問題があるでしょ。どうも、海外メディアが先に報じちゃったみたい。日本のメディアは、一体何をやってるわけ？ほんと腹立たしい限りだよね。では、次のツイートを見てみて。暇そりゃあかね。翻訳4枚スクショ。海外メディアの方が国内メディアすべてよりまともで濃くて早いって国内メディアなくなっていいよもうわら。内容はこうなんだよ。最近公開されたツイッターファイルが浮き彫りにしたように、ここ数年主要メディアの評判はガタ落ちである。日本の主要メディアの評判は公的資金に関わるスキャンダルを取り上げなかったことで過去最低の水準にある。コラボは主に少女の自立を支援する一般社団法人で、若い貧困層の女性が性的搾取にさらされないように保護するパンデミック時にはこうしたケースが急激に増加した。コラボには政府をはじめ多くのスポンサーがあり、実際厚生労働省から4600万円寄付金1億7000万円の資金援助を受けていた。被災者の具体的支援に充てられるはずの2500万円と職員に支払われる2100万円がほぼ同額というのは皮肉な話だ。3年前、新宿歌舞伎町でコラボの活動を知り、マネージャーの二藤夢の氏にインタビューを申し込んだ。しかし、このグループが拠点としている会場で女の子に直接話を聞くような取材は断られた。その理由は、男性はお断りというものだった。取材は敷地外に設置されたテントでスタッフやボランティアの監視の下で行われるはずなのに、なぜ性別が関係あるのか理解できなかった。マネージャーは質問事項を書いてメールで回答するようにと言っただけだった。このような行動は不審とまではいかないまでもとても奇妙に思えた。メディアへの露出は NPO の認知度を高め資金調達につながるだけでなく、そのミッションや目標を広く伝え、より多くの人にその活動に興味を持ってもらうことにもつながる。元ヤクザで前科のある森康彦が経営するホサナハウスという極悪非道なプロジェクトを声高に支持していたコラボがこの騒動に巻き込まれたことはさほど驚くことでもなかった。海外メディアがこうも踏み込んで報道してるのに、日本のメディアは未だにだんまりを決め込む始末。本当日本の恥だとしか思えないよ。ネットでは、ああ、コラボとシャブ牧師問題。日本のマスコミはほとんど報道しなかったけど、海外マスコミで報道されちまっとる、かっこ笑い。しかも、これを報道しない日本のマスコミは死んだ、ってズバッと言われとるがな。記者が男性ってだけで取材拒否するとか、公金もらってる団体として頭おかしくないか。報道しない自由というやつですね。もうマスゴミなんてバラエティー枠だよ。もう騙せる人間だけをとことん騙す情報機関だね。毎日毎日、桜問題はやってたのにね。海外に取り上げられてほっとくわけにいかなくなったなら、まだマシなんだけど。ある意味、外圧が一番効果的。さらなる追求を期待したい。コラボよりもユタボンを優先するマスゴミ。いらんやろこいつら。ジャーナリズムのかけらもない利権スピーカー。公平公正、かっこ笑いを歌う NHK も報道していないもんな。日本のマスゴミが深く関わってるようです。本当、テレビはもう必要ねえわ。などと、怒りと呆れの声が殺到状態。そもそもなぜ日本のメディアは、意地でもコラボの不正会計疑惑問題を報じないわけ？何かこの問題が、メディアにとって都合の悪いことでもあるのですか？ないのであれば、海外のように、この問題についてしっかりと報じるべきだよ。この問題がここまで大きくなった以上、メディアが報じないことが逆に違和感しかないし、もしかしてメディアも繋がってるのでは、と変な憶測も飛び交いかねないからね。そうなる前に、メディアはこの問題を、明日にでも大々的に報じるべきです。これ以上、日本の恥を世界にさらさないでください。よろしくお願いします。